スノーマン渡辺翔太、弾ける笑顔でしゃぶしゃぶを満喫、まるで5歳児なリールも。スノーマンの渡辺翔太が、自身のインスタグラムにしゃぶしゃぶを食べる様子を公開している。今年11月4日のアカウント開設以降、おにぎり、焼肉とたびたび食事中の写真をアップしてきた渡辺。その時のキャプションは決まって、ハピネス。今回も例のごとく、ハピネスと綴り、 弾ける笑顔で肉を湯にくぐらせるだけでなく、締めにはラーメンも注文。食事を終え、満足そうな笑みを浮かべるまでの一連の写真が5枚公開されている。また、渡辺は今回初めて短尺動画のリールを投稿。オルゴールのキラキラ星に乗せて肉をしゃぶしゃぶする和やかな動画をアップしている。これにコメント欄では、 ショッピー嬉ししそうで可愛いお肉見てる口元が緩みまくりで可愛いえ、BGM が赤ちゃん。ショー相変わらずバブイね、といったファンからの声が寄せられている。また今回の投稿からは、ハッシュタグショッピーに加えて、ハッシュタグショッピグラムのハッシュタグも追加された。なお、渡辺は2024年1月クールのドラマ、先生さようなら、日本テレビ系図にて主演を務める。